どうもボテンチャンネルです。今日はですね、うどんを作ろうと思います。でうどんといなり寿司の揚げだけ、ほんまはね、いやもう私揚げがまさか一晩漬け込んどかなあかんで知らんかったのと、今日なんで急遽うどんにするか言ったら、お兄ちゃんがちょっとインフルエンザになっちゃって、ほんでまあ昨日になって、今日はもうだいぶ、昨日はもう8度8分やったけど、あのタミフルじゃないけどタミフルみたいなやつ飲んだら、もうさっき測ったら6度9分まで下がったから、ちょっと食欲も出てきたということでね、あのうどんをしようかなと思ってます。結構なんかさっきもチョコレート食べたいとか言ってたから、ちょうどよかったんちゃうかな。ほんでさ、私さ、ほんまはね、あの、まあ、しゃべりながらしようか。ほんまはね、あのあれ、ちょっと待って、これ揚げ、揚げ10枚、これすごいね、プロ仕様、プロが使ってるやつや。なんかほんまはね、あのバレンタインの翌日の時に、あの私なんかチョコレートケーキみたいなの作ったのよ。だからその動画をアップする予定でおってんけど、まさかのその動画を消去してしまったという、最悪。なんかもの、なんか考えながらぼーっとしながらね、なんかわかる、なんかわかるっていうか、もう私が何喋りたいか、もうほんまにもう今落ち込んでんねん。とにかくその消去したことに、もうほんまにやってるで。なんかこれ今撮ってんのは、あのアプリで撮ってんのよ、あのこのマイク専用のアプリで。ほんでそのアプリから自分の写真とかのとこにダウンロードしてってやんねんな。ほんでそこで消去したやつは、なんか30日保管みたいなのがあったりいろいろするやん。でアプリのやつを間違えて消去って押してもうてんねん。ほんと私、あれ、なんで入ってんやろと、消去してるわ、っていうことで。むちゃくちゃだよ。本当にやってる。やっちゃってる。本当に嫌になる。もう、本当に。まあ、一言で言うと、その動画の、あの、チョコレートケーキもめっちゃ美味しかったっていうような感じではなかったんけど。美味しいとかじゃないね。うん。あの、まずくはないという、あの、みんながいろいろこう言ってくれたね。あの、やつやって、お父さんとかも一緒にみんなで食べて楽しくできたのになと思ったけど、まあ、しゃあないわな。まあ、気持ち切り替えていこう。気持ち切り替えていこう。もう噛むやろ。気持ち切り替えていこうや、ほんまに。気持ち切り替えるわ。ショックやな、やっぱり切り替わってないやろ。ほんでな、いろんなところ、そのな、スマートマイクっていう、これサイトなのかな、なんか、このマイクの専用のとこ。これなんかこう、いろいろ困った時用の Q&A みたいな見んねんけど、全部英語やねん。は？で、日本語に訳すみたいなないねん。もう外国のアプリなんやろうな、これ、これ。外国の人、ほんま頼むで、ほんまに。ほんで、それな、よかったんや。あの、炊飯器で、あの、作るあれや、言うて、あの、ケーキや、言うてね。なんか、めっちゃ簡単やねん、ほんまに。めっちゃ簡単すぎたから、私、あの、卵焼きの具がなかったから、卵焼きの具を、ちょっとしようかな、言うてやってたぐらいやねんやけど、そんななっちゃったわ。よし。これは買ってきたお肉はいつもこうやって冷凍するから。よっしゃ。さっき肉炒めて、その上からどんどんいろいろ入れていってにしようか。よっしゃ。困った。モンテスキューにも程があるわ。ああ、でも冷凍でこれ今から肉。ほんで私、あの、あれ、鍋が剥がれたから、このおでん用の鍋でするわ。これで半分ぐらいでええかな。ほんまはね、あのね、下剥げたやつ使っていいって言われたけど、うどんだけやったら やろうかなと思ったけど、やっぱりなんかやねんな。なんかちょっと、あんとかこうね、うーんって感じやねん、自分の中でね。なにこっちゃママがさ、なんか電話してた。うんうん。うん。かわいいね。だから、今日はうどんして、お兄ちゃんマリアシ、うどんと、お肉たっぷりや。うどんして、ほんで、明日、酢飯して、しようかな。
お揚げさん今日作ったやつで。ショックっちゃショック、まだショック引きずってますね。もう大丈夫やって自分の中で思ってたけど、ショック引きずってます。はあ、暗い気持ちになるわ、ほんまに。これでっかい、こんな鍋、この鍋で半分ぐらい作ったらいいかな。うんで豚肉やって、うんで何すんの、忘れ、うん大丈夫だよ。どうしたの、よいしょ。なんかさ、お兄ちゃんの学校もなんか最近みんな休んでるんだ、いや、かわいい、休んでるんだよとか言ってさ、やっぱインフルが流行ってる、ほなあんたもそのうちなるんちゃうかって言うた3日後になったわ、ほんまに。なんて今今日、今今日これやってるのがですね、あれですね、みんなもこんなん見せられてなんなんっていう感じやけど、もうこんなん見せるわ、はっきし言うて、はっきし言うて、はっきし言うてですね。よし、今日はね、バレンタインで、なに、あかりちゃんもじゃあなんか渡すの、うん、お母さん、いいお母さん渡す渡す、あかりちゃんも作ったんだけど、バレンタインだから友チョコ結構あげちゃったから、もう一回隠して、うん、かわいい一生懸命作ってたんや、溶かしてね、ただ溶かして固めるだけ、ほんでみんなも溶かして固めたやつ、ほんでさみんなみんな100均で買ってるやん、肩なんかこう肩で棒つけるやつ、だからみんな自分でみんな交換すんねんけど、みんななんかもう100均で買ったやつやから、同じ型のやつで、同じやつをこう、あ、渡してあげててしてる感じ、みんな100均で買ってんの丸分かり、もうほんまに何だったんだっていう、交換してるだけや、ほんま。ちょっとチョコレートの中の味の種類はちゃうとしても、そんな感じや。なんかこれ鍋がもっこりしてると思ったけど、私のメガネがもっこりしてるように見えるのか、なんか鍋がふわーってなってるなと思ったら、私がこれ遠近両用やから、遠近両用です。これのこの鍋で半分ぐらい作った。ほんなら明日はもういなり寿司食べてるところはやらへんとして、明日仕事、あーでも明日帰ってこなくてもいいか、いなり寿司はまたいなり寿司とうどんと思ったんやけどな、もうええわ。っていうかほんまは今日はもう回すつもりなかったんや、私。もう、お兄ちゃんもね、インフルやから離れたところで食べた方がいいでしょう、ご飯。でもほらもう消去しちゃったし、もう本当に困ってる。困ったマウンテスキューでーす！本当にこんな感じ。もうテンションでいく。テンション上げていくしかない。テンション上げていくしかない。テンション上げていくしかないでーす。どんだっけー。でもなんかお兄ちゃんが意外とさ、インフルやって熱もあったけど、なんかそんなもん、はぁ、はぁとかじゃなくて、ちょっとしんどいわぐらいの感じでよかったわ、ほんま。それでよかったわ、ほんまに。よいしょ。おうどんやったら美味しく食べれるもんね。こんなんせんでもよかったな。向こうに。やっててよかったな、これ発揮しゅうて、この鍋ごといったというか、この鍋ごといったのアホみたいに、アホみたいにこんなんちょこちょこやってんのアホみたいに。どれぐらいやるのがいいんですかね。私がこのも味噌汁代わりにもできるから3日分と思ってやったろうか。でもこれの半分ぐらいでいいか。この半分ぐらいでいいか。同じこと2回言います。おばさんって。これの半分ぐらいでいつもの3分の。だから、
もう A ちゃんに旦那にね、もう早めに、そのちょっと私3月なんですけど、お誕生日が。ちょっともう早めにもう、そのルクルーゼの新しいお鍋をちょっとすいませんということでね、ちょっともう早めにお願いしました。ほんで、そんな感じや。よし。ちょっと待って、私これね、すぐやれね。大根、大根、大根。あれ、大根買ったでしょ、私。大根買ったのどこ行ったん？大根買ったのどこ行ったんだよ、本当に。大根。何？ああ、よかった。ありがとう。これだったら。ちえさんにもあげていいね。ちえさんとどうじゃこね。うん、かわいいよ。これ。バラ。とこれ隅っこ暮らし。こんなん作って。これは明日じゃ道場庫にあげよう。今日道場庫に持っていこうもた忘れてしまってた。あ、こんなとこに大根入れてるやん。うわーし。あ、ケーキ作ったの出てきたわ、動画は。動画はね、あれやけどね。そうそう、これケーキ作ったやつ。こういうやつ。こんなん作ったんやんか。それなのに動画が消去されちゃったよ。ラスト1個だけ残ってたわ。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。あかりちゃん、洗濯物畳んでくれる？ありがとう。お揚げやる時間あるかな。あるよね。はあ、しょ。ほんでさ、久しぶりっていうか半年ぐらい前にもなんか子供がなんか病気になったな。あれ何で行ったんかな。でもうお兄ちゃんってさ、もう接骨院みたいなところはよう行くね、サッカーやってるからね。でももうそんなに前もインフルやったんかな、あれ何やったかな、なんか言ったわ。ほんで今回は今回でまた言うたら、もう本当に子供がもう0歳の時から行っている病院やねんけど、で前回の時はうわ大きくなったねみたいな感じの話してんで、今回久しぶりや、そこまで大きくなったねはないけど、なんかさ、先生私もう10年以上してるわけやん、子供がもう13歳から。だからなんかすごいなと思ったのがね、もうインフルの可能性が高いから別室で見てくれんねんけど、子供が座ってさ、で首触るねっていうのよ。そこまだ未だにやっぱり小児科やから、ちっちゃい赤ちゃんとかがいっぱいいるからさ、首触るねって言って、こうやって触った瞬間に私の中ではコロ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 っていう声が聞こえて、なんでかって言ったら、もう子供さんにみんなそこの病院ずっといててんけど、昔お首触るねってここ触ってさ、コロ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 って絶対言ってたの、その先生。で、もう言えへんねん。もうお兄ちゃんを中1やから、お首触るねーって黙って触って。じゃ背中見るよーって言った時には、くるりんって言い張った。めっちゃ可愛い先生。そこはくるりんって言ったわ。あ、先生そこはくるりんって言うんだと思って。くるりんとか言って、可愛らしい。いつもさ、ちっちゃい子相手にしてはるからな、そういう風になるわけやね。そういう感じや、ほんまに。よっしゃ。付箋切り、大丈夫だー。やっぱり付箋切りになってるわ。全然大丈夫ちゃう。押さなあかん。押す押す押す。押す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 。必殺付箋切りですね。付箋としては100点です。うん。ちょっと。なんでこうなっちゃうんだろうね。まだ火はつけてないんですよ。私まだ火はつけてません。ちょっとやりすぎたかな。はーい。待って。一回確認する。何の確認？よいしょ。動画消去するって。
ほんでね、皆さんこの動画消去したことでね、こうやったら復元できますって言ったけど、もう違うね、アプリの、もうアプリの動画やから、私も全部さ、これもスマホやね、これスマホでもうこれ撮って、スマホで全部いろいろやってるからね。普通のやつやったら復元って言っても、あれ私もね、もうすっごい動画とか、ほらサッカーの動画もいっぱい撮るから。何、聞こえない、は？お兄ちゃん、あ、そっか、インフルエンザやねん。よいしょ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 。で、畳んだやつさ、あの、もう片付けてね。はい。おね、ゲームを仕上げます。立てまつります。よいしょ。あかりちゃんは畳むのが早いわ。早いだけじゃなくて、早くて綺麗わ。素晴らしい。うん？ああ、めんどくさいから早く畳む。すごいことやと思う。よいしょ、お願いします、ありがとう。天然キュウです、天然キュウコ先生です。よいしょ、ふう、今までな、2回ぐらいに消したこと、ぼーっとしてる。ほんでこれはね、もう絶対に、あの、この動画撮るときマイクチェックみたいなすね、どうもバタヤンチャンネルです、3秒ぐらいの。それはなんでかって言ったら、一回あのずっと動画回してたら、なんか知らんけど、なんかの音楽が後ろでうっすら流れてんのよ、あドリカムの。なんでそれが流れてくるのが全く謎やねんけど、だからもうそれ謎やから、原因が分かれへんから、毎回流れてるかどうか、流れてないかどうかのチェックをいつもしてんねん。よし、でもな、私もね、これ思った。こうやってたまーにね、こうやっても消去してもうたりすることによって、もうこれからちゃんとチェックしようっていう風になるわ。だから最近あの生配信もね、一時期縦動画やったけど横動画なってるでしょ、もう毎回ちゃんとチェックするようにしてんね。もうチェック方法を自分で分かったんや、調べて。それでチェックチェックや、チェックチェックしてまーす。何でもチェックやな。だから失敗は成功のもとというか、一回失敗したら次につなげていかなあかん。こんな大げさみたいな、大げさに言うてはるけど、私もほんまショックやね、まだ言うてんだアホみたいに、うん、ほんまに。なんかすごく楽しくやってた記憶があるのよ、それ。もう何喋ったか覚えてないわ。何でか言ったら、ボイシーでもずっと喋ってるから、ボイシーで喋ってるのか、ここで喋ってるのかが大概分かれへん。だからあの病院の先生も本当になんか嬉しかったな、コロコロコロって。ほんでさ、子供とでな、行く時もな、もうとてもじゃないけども、自転車乗って行かなあかん距離やからさ、ほんでもうで、かといって歩いて行くにはもう遠すぎんねん。で、自転車で行くって言ったら、まあ10分ぐらいで行ける距離の病院やねんけど、ほんでなんかそのもう、ちっちゃかったらさ、自転車乗せてね、カゴに乗せていつも行ってたけど、もうそんな自転車に乗せて行けるような大きさちゃうしさ、乗せられへんから、もうタクシー乗って行こうって言って、タクシー乗って行って。ほんで、昨日は豚汁やったらちょっと飲めそうやって言うから、昨日豚汁してんけど、うん、はっきり言うと豚汁と同じ材料入れてるわ、ほんまね。何が昨日とちゃうねんいう感じや、こんなもん、はっきりし言うて。でもな、でも優しいで。ほな、もうお母さんちょっと買い物してから帰るから、あんた、さっきタクシー乗って帰っときって言ったら、うん、大丈夫、一緒に帰ろうとか言って、私が歩いて帰るのがかわいそうやと思ってるな、あの子。そういうとこはね、本当に優しい、優しいわ、本当に。私たまに、うちの長男ほんま優しい子やから、あの子と将来付き合ったり結婚する人、ほんま幸せにしてもらえるやろうなっていつも思うね。
いいよな。よっしゃ、これ入れて白菜も、まだもう半分買ってきた白菜と入れたろうか。白菜も入れてまおうか。よし、もう今日私一枚一枚やらんの、これ珍しい。私の中ではもうこんな急に珍しい秋種。よっしゃ、よっしゃ、なんか入れなあかんのあったか、玉ねぎでも入れようか。もっといっぱい白菜あってもいいな。白菜好きやね。白菜好きやねん、白菜好きやねん、悔しいけどあかん、あんたよ忘れられん。白菜好きよね。白菜入れたで、白菜入れたで。最後に小松菜入れるとして、白菜まだ凍ってきてるやろ。白菜好きよね。よいしょ、強くて。ほんでさ、子供とさ帰るときね、帰りもタクシー拾おうかってずっとこうやってやってて、ね、ほんで私がスーパー行ってる間にちょうどほらお薬またなあかん時間あるやん。ほならもう処方箋待ってる間にお母さん走ってスーパー行ってくるから、ほんでもしお薬もらえようと思ったらこっち向かって歩いてきてねとか言うてさ、ほんで子供に処方箋もらうとこでずっと待っといてもらって、うん、ほんでな、それ2人でちょっとだけ歩いて帰る時に思ったわ。私さ本当に子供がちっちゃい時初めての、もうなんか泣きそうになってくるけど、長男がさなんかさ本当に天候が悪い日にさ病院に行かなあかんことが多かったのよね。もしかしたら天気がいい日にもきっと病院に行ってることってあると思うねんけど、私の記憶の中ではもうすっごい雪降ってる日とかすっごい吹雪の日とかに行かなあかんっていうのが多かったのよ、熱出したりとかして。ほんでパッてさ子供と歩きながら見たさね、子供と歩きながら見たさ、ここのこうパッていうこの道がさ、もう一気にその日がパッと思い浮かぶねんけど、もうどっしゃっぷりの雨で傘さしながらベビーカーでカバーかけてて、雨カバーを、ほんでもうこんなんでも傘もブワーひっくり返って、もうまたそれ、ほんで私もしゃあないから途中もどうにもなれへんから、もう傘閉じて自分びしょびしょなまま行った、めっちゃ覚えてんねん。もうその日のことが一瞬にして思い出されたわ。ここを歩いたなぁと思って、あん時は本当にまだね生後半年ぐらいやったんちゃうかな、半年が1歳過ぎかな、1歳過ぎやったのか。その子がね今はもう処方箋一人で、ま、待ってるようになったりとか、待てるっていうか、まあ中学生やからね、そんなんできて当たり前かもしれへんけど、でも急にその時のことを思ったらね、もう全然違う人になっちゃったというかさ、そんな感じや。腹減った、急に腹減る人、急に腹減ります、急に腹減り子でーす。よっしょ、来たよ。こ誰誰、さくらちゃん、みんな女の子が友チョコを持ってきてはるわ、ほんまに。うちらの時そんなあった、友チョコとかって。うちらの時友チョコとかなかったよね。うちらの時友チョコなかったよな。もうはあいう感じやん、友チョコ言ったってよな。こんなんと同じような入れ物でお互い渡し合ってんねんから、みんな同じ100均で買ってるからやろな。そんなもんだよ。
あーこの後やることいっぱいあるな。くそー、動画消えたから余計に。何？え？あげないよ、じゃあさくらちゃんにも。さくらちゃんって待ってって言って。あるじゃんまだ。さくらちゃんとこの兄弟の人数分だけあげ、まだいるの？さくらちゃん何丸何号室かわかる？行っておいで。ちょっと待ってって言ってあげたらよかったじゃん。あ、こっちゃんにも今からあげんの？うん、わざわざ持ってきてくれ、優しい。でも多分それお兄ちゃんたちにくれてると思うで、そのチョコレート。どうなんや。うん、あげておいで。かわいい。さくらちゃん一人で来たな、ママと来たのかな。かわいいな。はあ、私もちょっと来年はなんかチョコレートのなんか作ってもいいかもしれんな。椎茸雄先生も入れましょうか。椎茸雄、椎茸雄と椎茸雄も入れて、あとえのき先生も入れようか。えのきちゃんはあれや、あれっていうのはあれですね、しめじや。お兄ちゃんが元気になったらなんか、でもだいぶ良くなって、やっぱあのタミフルじゃないけどタミフル的なやつを飲んで、俺先生が24時間経ったらだいぶ元気になりますよって言ったけど、ほんままさしく大体飲んで24時間経ったら熱が6度9分まで下がってる。すごいな、薬いうのはほんまにすごいと思う。昔なんかなあ、それこそ今溶連菌なんか、薬すぐに治るような薬あるやんか、飲んでもう24時間後には治ってますっていう。でももうほんま溶連菌が初めて日本に来た時はもう何万人の方が亡くなってんねんから、ほんまそういうこと、そうやって考えたらたくさんのお医者さんがいろいろねお薬作ってくれたりしてはんねん。ほんまに感謝感謝、素晴らしいですね。よっしゃ、こんなもんけ。あとこれ入れた、あと小松菜入れるぐらいかな。もう玉ねぎええか、どう玉ねぎ。えらいことなってるわ、私すっごい量多いね、いつも。ただこの白菜に関してはうん、もうこれもう鍋やで、はっきりしてお鍋。よし、もうええわ、玉ねぎええわ、ちくわ入れよ。あと最後卵溶いてしまいや。でこれやってる間に、あたすは明日食べる用のちくわ先生です。いた？あ、よかったよかった、ありがとう。お家まで行ったの？ありがとう。本気出したら、うん、本気出したら、あ、本気出したら会えた、よかったよかった。うん、早く。何が？こっちゃんがまた来るんでしょ。うん、こっちゃんにあげるやつって書いてる。そんな溶けないよ、もう別に。知ってた？チョコレートって冷蔵庫で冷やしてたやつ食べたらあんまり甘みないねんで。なんでか言うたら、あのあれあるやん、あのアイスクリームもさ、冷たくて美味しい、甘くて美味しいけど、溶けたアイスクリームって信じられへんぐらい甘いでしょ。ってことは甘いやつって、あの冷やしてると甘みが薄れん。だから果物、いちごとかも冷たいいちごよりも、もう冷たくないちょっとこう常温にしたいちごの方が甘いはずやで、あれ。私絶対それは思ってます。よっしゃ、ほんでうどんやったら早いやろ、もう30分や。で今からお揚げ作ろう。お揚げを作るよ、どんだけ先生、お揚げを
作るよ、お揚げを作るよ。お揚げの作り方って言って、なんか菜箸でコロコロし、なーに？うん、そうだよ。畳んだやつを誰が片付ける問題っていうのはいつもあんのよ。例えば、ね、娘が畳んだら、ほな次男が片付けるっていうなるやんか。ほんなら、俺はこの前畳んで片付けたんだから、お前も畳んで片付けろよ、みたいな。そういうわけのわからん喧嘩が勃発するんですよ。ね。よっしゃ。これ、ふたふた。うん。ありがとうだね、さくらちゃんね。何しよう思ったかな。それお兄ちゃんたちにじゃない？もしかして。あ、3人で食べてって。ああ、嬉しいね。お手紙も？ああ、かわいい。女の子とお手紙、もうすっごいニコニコ読んでる。お手紙ってもらうと嬉しいんだね。よっしゃ。これ湯通しするって書いてますけど、どうしたらいいかな。ごめんなさい。ガクガク入れます。湯通しするってなってるけど、これでこっちでちょっと入れといて。ね、すごすぎ、来て。なんで？うん？見せて。うわ、すごい、手作りクッキーに。見せていい？いいよ。あら、お友達もすごいね。すごいね、みんな手作りで本当に涙出そう。かわいい、一生懸命作ったんだ。そのクッキー見ただけでさ、なんかママとあーだこーだ言いながらワイワイ楽しく作ったんだなと思ったら、なんか泣けてくるな。おばさんって想像力豊かです。油の木みたいなのこれでしたね。すごい。うん、結構すごい。見せて見せて。うん。うん。うわあ、美味しそう。顔とかある。うん。ちょっと今一個食べたらあかんかな。お兄ちゃんたち帰ってきたら食べる。すごい上手にできてるね。顔とかある。顔。かわいい。上手に作ってる。これうまい。今度あかりちゃんもクッキーしてもいいかもね。うん、クッキーもいいですね。なるほどな、クッキー焼いてチョコレートしてな。うん、食べよう、うん、食べよう食べよう。夜のおやつやな、ほんならな。油揚げ10枚。これ私湯通しみたい。あれはこれでいいんかな。あれはこれっていうのは湯引きみたいなことはこれでやっていいんですかっていう感じなんですけど、10枚やったろ。これどうしたらいいかな。これこれは本当にコロコロするって書いててんけど、それでコロコロすることによって何か意味があるのかな。コロコロしなさいって書いてたんだよ。なんか中ができるようにするのかな。なんかわからんけど、なんかこう、なんかこう、うどんの人みたいな。うどんの人こんなしはるやろ。うどんの人や。うどんの人でーす。これは何のためにやってんのだろうな。中がこう空洞に、ああ、こうやって空洞になるようにかな。この時には空洞なれへんけれども。これやったら、これがこう体全身を使って、手だけやったらあかんねん。手だけやったらあかんねん。うどん方式でこう、体でいく。体でいこう。よっしゃ。よっしゃ。あ、空気を抜いてんのかな？これどういうことや。とりあえず言われた通りにやるわだ。私言うのはね、ええとこなのか悪いなのか、言われたことは絶対にその通りにすんの。うん。ただその時のやり方で体全身でこれコロコロやれとは一切書いてないけど、
それは自分で編み出したどうでもいいやつ。ちょっとこれでしょうか。あんまりやりとして破れとんな、これ破れとんな。で真ん中切ってかな。はあ疲れるわ。こんな売ってるな。これの横にな、売ってねえんだよ、ハッキシューって。これの横に売ってるんですよ、もう揚げが。これよりも 1.8 倍ぐらいの値段で、これ10枚で188円安いわ。でもう一個のやつは358円やったかな。ただそれもピンキリやけどな。それはでもね、こんなたくさん入ってんかった、10枚10個分やったから、それ考えたらまあだいぶ安いな。じゃあなんで私ね、いなり寿司しようかと思ったかっていうと、なんかこうさ、こうみんなで集まったりするときに、なんか腹持ちのええもん持っていきたいなと思ったときに、あ、お揚げさんええやんと思ったのよ、このいなり寿司がね。うん、私またリンガスステーションまた行きたいなと思ってて、呼ばれてもないけど、ちょっとだから、いなり、美味しいいなり寿司が作れるようになったら、次リンガスステーションにね。松本さん見た？皆さん、私そもそもが皆さん見てらっしゃらないかもしれないですけれども、えリンガスステーションっていうケイチョンチャンネル山本さんの、チャンネルを編集している会社リンガスさんっていうところがあんねんけど、そのリンガスさんが去年かな YouTube 始めはって、ほんで最近っていうと3ヶ月ぐらい前ゲストで出させてもらったのよね。私がね、松本さんがなんか大好きというか、あの人と喋ってるの楽しいな私ね。俺その時もいろいろご飯作って持って行ってんけど、今度だからまた行く時にはこれ持ってきたんや。だから美味しいの、美味しいのをね。もし皆さんよろしかったら、あの私もこれなんかいろいろサイト見ていろいろやってんねんけど、ベタベタやなこれ。ほんでサイトを見ていろいろやってるんですけれども、あ、もうすごい勝手に開いてる。これコロコロしたからかな、私こんなんせなあかんかな思ったけど、勝手になってるわ。ははー、コロコロしたらこれが剥がれんのかな、中のあれが。全部開いてるやろ、一応チェックや。いや私、いなり寿司作れる人になったらすごくない？でもな、私が作るもんで全部茶色やから、いつも持っていくとき茶色で、またこれも茶色になってしまうな。なんかカラフルなものでないですかね、人ん家になんか持っていくときにカラフルに見えるもん。私いつもなんか茶色いのよ。手で食べたいけど、前はこれ油抜き、これでしたら何これ、全部全然沈んでいけへん、むちゃくちゃやな、これむちゃくちゃこでーす。全然沈んでいけへん。お湯入れすぎたかな。これ油抜き言ってるけど、油抜きやってんのかな、やり方。でもあんまりにも抜きすぎてもあかんやろな、油抜きは。どうですか、これ油抜きってこれだってんのかな。そういうところ見えひんね、私コロコロするとこだけ見て、あとは油抜きして言ってどうかな。これお湯かけてんのと一緒やからな。もうええんちゃう、こっちのお湯も出しながら。
そんなにもがっつり油の感でいいでしょ。これ、発揮しにくい。これでいいよね。どうかな。ちょっとこれに全部入るやろ。よし、これでいこう。私の手がベタベタやから、うどんアホみたいな料理作ってるわ。もう嫌になるよ自分が。もうあの、ね、料理できへん人の特徴っていうの調べたら出てくると思うけど、とにかくバカみたいな料理作るのや。本当に当たってるわ。なんでわかるんだろう。だいたいこれぐらいがいいって、何人やったらこれぐらいっていうのがわかる。てか私はもう明日も汁飲んだろうと思ってますから、パティシューって明日も汁飲んだろうと思ってますから。よっしゃ。んーで、ここに入れんのは水 200cc、ぴったりや。ぴったりで測らない。水200で砂糖第6。マジか。ただ私の砂糖ってこれ天才糖やから、また味が、私これだけで舐めたことないけど、これしっかり甘いんかな。なんでかって言ったら、うん、甘さがね控えめなんだよね、これ。まあでも体にいいから。美味しいわ、この砂糖。こんな美味しかったの、これだけ食べたら。1、2、3、4、5、6。で、醤油第3。醤油第3。醤油、こっちか。醤油、あ、もうあれ買ってこな、めんつゆ買ってこな、もうなくなってるわ。もうなくなりかけ。だから主婦のね、名もなき家事ってこういうことなのよ。これがもうなくなりかけてるから買っとかなあかんなとかさ、その把握もなかなか大変ですからね。酒第2、みりん第2、酒第2、酒第2、みりん第2。だから今日は一晩つけてた方が美味しいって言ったから、今日はしません。で、かつおだしが小さじ1/2。おったかそうだし、よっしゃ。んーで、全部洗っていこうかな。もう全部洗っていこうか。いなり寿司ってね、なんかただ、なんか酢飯でいいって言ってた。ただの酢飯楽やわ、ほんなら。いなり寿司っていいよね、なんかね。私はね、昔ね、あの子供の時たまーにこううどん屋さんで夜ご飯食べることが、昔って今みたいにファミレスがあってとかなかったやん。だからなんかこう、うち商店街が近くにあったから、商店街のおうどん屋さんに行くっていうのがあって、俺その時におうどんと必ず何か食べんねんけど、私は絶対におうどんとあれしてた、あのサバ寿司、木寿司、木寿司っていうか、サバ寿司、サバの押し寿司、
大好き、バッテライウの大好きやな、私サバ、サバの押し寿司。それはさすがに作ろうと思えへん、もうさすがにそれはもう難しい、それはやめとく。これめっちゃこんな黒いけど、これで変化やってんの。もう溶けとるやん。これに、それは一晩つけなあかんわな、これ。お稲荷さんってシューって旬でるもんね、めちゃくちゃね、アホみたいにね。これもっと絞った方が良かったんかな。ええわ、今さら。今さらおです、今さらおです。ちょっと空気があって置いてくるような気がするんだけど、いや私なんかいなり寿司って作ってみたかってんな、一回。ただ子供たちがあんま好きちゃうかなと思ったけど、もうね、これから一回作ってみて、これはもうお人様に持っていくとき用の、何かこういうのあったら、なんかないかな、カラフルなやつで人んちのなんかね、あ、ちょっとこれも今日持ってきました。私がなんせな、酒飲みやから、酒飲みでもね、リンガスさんとかやったらね、みんなほら、あの、あんまりお家でご飯食べるのがないから、編集する人たちって大変なのよ。だからちょっとでもこう家庭料理みたいなのを持っていきたいなってなるわけ。だからもし見てない方がいらっしゃったらね、リンガスさんのやつちょっと見てみてくださいね。あっ、あっ、めっちゃいなり寿司の匂いする。あ、ちょっと、あ、お揚げのこれが、あ、お寿司屋さんのあのいなり寿司の匂いがしてます。ええ匂いや。なんかないかな、彩りができる言ったら、もう木、もうはっきりした人参、赤のもんで何ですか、人参、トマト、それ以外で赤のもんで何かあったっけな、この世の中に。ないやろ、人参トマト以外の赤いもんって。ないな、結局つまみになるようなもんばっかり持っていかれ、今度これと唐揚げも持って行ってあげたいな。だから今度リンガスさんで生配信するときは、生配信呼んでくださいって言ってんのよ。生配信、生配信楽しそうやあそこで。生配信もやってはんのよ、生配信もやってはんねん。ほんで松本さんがね、あの歯がめっちゃ悪くて、ほんでそれを、ハキュメント、ドキュメントみたいなんで、ハキュメントって歯の治療をするドキュメントってやってんねんけど、私言っていい、あれね、あの全部見せんでいいと思うけど、歯磨きせえへんかったらこうなるよみたいな感じで、ところどころも歯がむちゃくちゃの、なんかこう写真とか出てくんのよ、あのレントゲン。あれ子供にお見せすんのいいかもしれへんと思った。私あれ見た後必要以上に歯磨き長くすんもん。なんかわからんけどちゃんとしたくなんねん。もうほんだったらその松本、あれ見ても大後悔。松本さんは治療したとか知らんけど、私さ、なんかあの豚の骨付き豚のトロトロ煮みたいなの持っていて、あ、や柔らかく炊いて、骨も、全然食べられますそういうの持って行ってんけど、松本さんのあの歯やったらとてもじゃないけど無理やったな、あれほんま。豆腐軸ぐらいしか噛めないみたいな感じやったもんな、ナレーション。うわ、お揚げの匂いするわ。もちろんそうやけど、お揚げの匂いとかの、あ、落とし蓋って書いてたな、確か。落とし蓋って書いてたな。落とし蓋や、落とし蓋、落とし蓋を作りましょう。落とし蓋、あ、落とし蓋。
れ、キッチンペーパーじゃなくてあれ持ってこようか。よいしょ。クッキングシートや。クッキングシート。これは多分10年ぐらい持つんちゃうかな。50メートルもあるから。そんな大して使えへんから私。先生、落とし蓋って書いてはったわ、これ。落とし蓋って書いてたわ。楕円形になってしまった。まだまだ楕円形、もうええわ。丸まってくんね。めっちゃ弱火にして。落とし蓋や。パンパンやな、これ。パンパン。何分ぐらい？結構汁が煮詰まるぐらいまでやっていいのかな。落とし蓋の意味あんのかな、これ。たまに上と下を入れ替えたりした方が良さそう。空気抜いていった方がいいんかな、こなして。どうなんやろ。たまに上と下を入れ替えてあげようか。こなして、重なり合ってるところが色が変わっていけへんような気もする。ほんでこれで自分で作ってみて、味もとこの方がいいかな。だから砂糖なんとかって言うけど、使ってる砂糖によってやっぱちゃうやろうしね。使う醤油によってもさ、それもあるんですよ。よっしゃ。あっち。クソタレを。クソおタレ。クソおタレ。落とし蓋と何回すんねんこれ。なんか私の中でもっとここ切ってまえわ。たまにパンの匂いするけど、なんでやろ。たまにパンの匂いするな、これ。よっしゃ、で次こっちは。よっしゃ、ちょっと待ってや。こっちはこっちでコトコトしとこう。落とし蓋。何本っていうか、それ見てなかったな。多分汁が、ああ、弱火弱火。汁が煮詰まるまでは思うねんけど。よいしょ。見てこれ、この量。たまに魚の匂いすんな思っててんけど、このちくわから出とんな。ああ。よし。汁が多すぎたか、ちょっと。まあ、ええわ。私いつも具沢山すぎて汁が全然ないから、たまにはこれぐらいやってもいいやろ。よし、ここに小松菜足そうか。あれも入れとかな。よいしょ。楽しみやな、私。明日
明日するか明後日するか分からへんけど、いなり寿司楽しみですね。明日この汁といなり寿司でもええかもしれへんな。うんうんうん、それでもいいパターンありますね。うんうんうん、私はもうこの汁を米にかけて食べる、ようやってんのがこれね。これがいなりか。これいなり寿司。いなり寿司。いなり寿司。めっちゃ弱火にしてるけど、コトコト言ってますね、これ。いなり寿司ってなんかお袋の味的なところあるよね。いなり寿司ってお袋の味な的あるよな。なんかちょっとこう、これが私のっていうのなんか極めていきたいっていうところもありますよね。来たん、うん。はい。下行ったらあかりちゃん。来てくれるって？あ、そうなの？ママも来てた？はいはい。どうぞ。よいしょ。楽しそうだね、女の子っつうのは。来年娘とクッキー焼いてもいいのかな？さっと入れ、だからおでんと一緒やね、ハッキシュって入れてるもん。多分味薄いやろうな。見た目が味も薄そうやからな。これひっくり返しましょうか。だからお兄ちゃん、今日はほんまバレンタインの日やから、お兄ちゃんね、学校行っても一個ももらわへんから、可能性もあってやろうから。70も少すぎるな。いつもより鍋がでかいから。お父ちゃん今行くね。かわいい、かわいいな。女の子どうしていいね。でもこれがまためんどくさいっていう子もいるわけやからね、ハッキシューって。なんかもう、まあ、基本的に多分女の子はこんなんやりたいってしゃあないと思うけど、でもなんか本当はもう嫌だなみたいな子も絶対いてるはずやね。これ友チョコ聞いたことあるけど、またホワイトデーにまたお返しチョコみたいな作るんちゃうやろな。ほんで どうなんですか。一体一体全体どうなんですか。これも醤油。汁多すぎたな、どう考えても。でもええわ、自分に言い聞かせていくしかないね。でもええわっていう、言い聞かせていくしかないわ。あら、こっちはママもいたの？あら。ちょっとカツオだしるか。うん？見せて。みんなレベル高いでやってること、ほら。
来年あの子もあれしたいこれしたいって言い出しそうや。どう見せて。うん。うん。これ何のタイマーやろ6本って。何のタイマーやろこれ。揚げで私揚げするのにタイマーかけたんかな。謎ですね。見せて。あーすごい。なんて書いてんの？あかりはいつも優しくしてくれてありがとう。うん、大大大好き。あー嬉しい。あかりちゃんもこれからお手紙もつけたらいいね。みんな喜ぶね。うん、下の方焦げてへんやろな、ほんで。うん、揚げの感じですね。煮汁がなくなるまですんのかな、どうなんやろ。上から汁をかけてとかなんかやってた、書いてた気がする。もう説明書みたいな読めへんからな、雰囲気で言ってまうからな。大概やで。寝るわ俺。はーい、かわいそうに、まだまだしんどいな。リュウ、あ、まだ言わんとこ。ご飯食べたくなったら言ういやって言うと思って。よし、美味しくなったけど、もうちょっと醤油。かつおだしもちょっと入れてもいいかな。肩痛いわ最近、ほんまむちゃくちゃ肩痛い。よし、もう1時間やってるやろ。もう1時間やってるやん、もうほんと。あともう3本しとこうか。よっしゃ。でこれあと小松菜ちょっと入れて卵で溶いてしまいや。やっぱ緑がないとね、色がね、やっぱ緑大切や。あ、だから持っていくとき緑のもんでもええんかな。緑のもんでもいいかもしれないですね。緑だからアミちゃんナムルかな。ほんな、私の中で緑でもアミちゃんナムル以外あるのかっていう話。アミちゃんにお料理教えてほしいぐらいやわな、九州って。お兄ちゃん一日中寝てるわ、ほんまに。やっぱ体しんどいんやな、大変だよ。ね、だから今日は熱あるけど、私が仕事やからちょっと仕事行くねって言ったら、もうさ熱あってもさ、お兄ちゃんぐらいやったら一人で置いていけるやん。もう11やったら、ほんならいつもやったら いつも元気な時に仕事行ってくるなって、うん行ってらっしゃいぐらいやけど、仕事行ってくるねって言ったら黙ってんねん。えっつって。これやっぱちょっと寂しいんやろな。寂しいんかって言ったら、とか言って。なんやろうな。やっぱりこう体が弱ってる時って心もちょっと不安になったりするんだろうね。一緒にいてあげたら、別に一緒にいて喋るわけでもないけれどもさ、一緒の家の中にいるとか近くにいるっていうだけで、こう精神的に全然違うもんね。それでもすごい思うわ、だから。急に緑だらけ、アホみたいに。アホみたいに急に緑豊富や。緑豊富。あ、ブロッコリーか。ブロッコリーのなんか一品作ってもいいか。でも私思うわ、ブロッコリーは茹で加減命やで、発見したあんなもんは。最終的にどんな美味しいブロッコリーも茹ですぎたら美味しないからね。ほんま、それはもう、それは思いますね。よし、もうこれで美味しなったんちゃうかな。ここに卵溶いて入れねんけど、卵溶いたらまた味変わってこね、知らんけど。よしよしよし、おいしなった。よっしゃ。よし、あとはもう余熱検査とうどん入れたらもうこれがいけるから。ということで帰ってきたらうどん入れて卵溶いて食べます。うどんのみこでーす。
きましょう。いただきます。続きます。よし、疲れたね。いただきます。うん、暑いよ。暑いですよ。お母さん昨日の酒の残り。いただきます。うん、暑いな。大丈夫？お母さんが暑いってことはみんなもっと暑い。うんうん、美味しい。暑い。そっか、お兄ちゃん電気持ってるの？うん、うん、電気がなかったもん。ごめんね。電気が家に2個しかない。なんかちっちゃいお皿出そっか、お椀。うん。直接そのままでいける？うん。いや、こういうの、こう、テレビだから。うん。プラスチックのちっちゃいスプーンだったらあるよ。いや、大丈夫、大丈夫。いい？うん。プラスチックだと逆に熱いから。無理して食べなくていいよ。お兄ちゃん。ちょっと食べれたらだけど。明日はもうちょっとご飯食べられるかな。うんうん。あっち。おい。うんうんうん。でもどっかの地方には一本うどんとか言ってめっちゃ太くてでっかいうどんが一本だけ入ってる。丸椅子もう一個ないの？うん？丸椅子ここにあるじゃん。これじゃよ。これお母さんたちの部屋の一番奥。なんで？テーブルが低すぎて食べにくい。地べたに座ったらいいじゃん。じゃん痛いんだ。でっかいテーブル出そっか。大丈夫です。これも鮭ちょっと食べたい。うん、鮭。うん、こ僕も食べよう。うん、この鮭美味しいね。うん、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 友達と勝負してんだけど、うん、あれが15で、うん、友達が6。うん、そう。見て、うん、垂れちゃってるよ、しょ、うどんが。違う、そこだ、そこ。めっちゃ大きいね。うん？長いね、うどんが長い？長すぎる。うまいね。暑いまし、暑くなるから。体が？わあ、もうこっちになったんだ。うん？何が？最初こっちに置いてたから。うん。お母さん、今日稲荷寿司の稲荷だけちょっと作ってみた。しゅんとあかりがあんまり好きじゃないかな。どうだろうね。今日？うん、いや、一晩漬けといた方が味が美味しくなるって言うから。うん、明日にする。明日以降にする。明日ちょっとお母さん遅いから。
さあどうしようかな。6時半、7時、8時。お魚の中で一番好きなのね。お母さんこの前タラやったやろ。あれなんだっけ、なんだっけ、サバ、サバじゃなくてホッケ、ホッケ、それがこれ、シャッケかホッケ。背中にグッてきたの。お母さん何やかんやであれが好きやの。サバ渋いね。そう、脂乗って美味しい。あとブリも好き。ブリの照り焼きとかなんかお母さんが作ったカチカチなりそうでほんわりできへんのにな。たぶんきっと一回昔作ったけど。これ言っていいのか分かんない。うん、いいよ。これまだ YouTube で言ってないから、あ、今日9時からねのしんさんの配信あるよ。お母さん見たいね。ここで一緒にさ、オンザロード歌ったやつとか動画、それが配信されるだけ、なんか二の神さんのライブかと思った。二の神さんのライブもあるよ、楽しみだね。どっちだ、レンゲちょうだい。ダメダメ、今もどっちかがまた猫になってるかもしれないから。3人さなったらさ、ママ大変だね、3人なに3人がなったら、なったことあるよね、ちっちゃい時聞こえてるじゃん。何ってずっと言ってたからさ、何ってずっと言ってたからさ、3人がって言ったからさ、聞こえてるねって思った。長い、1本でも長いわ。ほんまやな、半分にするか、これから真ん中でバーンって。ちっちゃい時は切ってせんけどな、ちっちゃい時は4つに切ってた焼きそばも全部短っていうか、ほんまにちっちゃい時はもうこうやってあのキッチンバサミで切って 1.5 センチぐらいにして、みんな手づかみで食べてたよ。どのぐらい、これぐらい、3センチぐらいかな。してこうやって手で食べてたんで、みんな手で食べててんで、昔こういうに、お汁と麺に分けて、そばみたいな、つけ麺みたいな、つけ麺みたいな取ってピョンピョンって食べて、つけては食べへんけど、この中には手突っ込んで熱いから、麺と具とお汁分けてたから、でみんな手で掴んで食べてた。懐かしいな。でその後はこれも食べるのが熱いからお味噌汁のお椀に移して食べてたけども、これもいけるもんね、大きくなったね。おいしい。おいしい。先生がしたくない。先生がいいの今の。はリュウはもういいよ、残しな、残していいよ。これが配信になってる日は元気に投稿してると思います。
あ、まだまだまだ、なんだインフルになったらさ、うん、部活もおかしくなる、うん、なるんじゃない鼻が若い、悪いから、どうしてずっと鼻ずるずる言ってるけど病院で薬もらう？だんだん中耳炎とかなんねんな、そういうのほっといたら。彼さあんまりなんないよね。あんたが一番中耳炎になってんねん、こんな中で。中耳炎って中耳炎って、なんか耳がなんか変くなって痛い痛い痛いって耳言った時、あれ中耳炎。あれね、うん、あれあったね。あれあったよ、めっちゃ前になんかめっちゃずっとやってて、うん、あれもあってママにやられて、うん、こん中やばかったよね、うん、お兄ちゃんもなってね。お兄ちゃんなってないよね。なったよね、お兄ちゃん。耳にさ、ママがやったらさ、うわーってなんかめっちゃなんか溜まって寝た、お兄ちゃん。お兄ちゃんしてた、その頃入ってた、そこで結構やりました。しんどい、昨日の今日やから。あと明日の夕方になったらだいぶ良くなってると思えるよ。うん、明後日になったら治ってるね。うん、もうほとんど大丈夫、元気やけど外にはまだ行ってはいけませんかな。ごちそうさまでした。もう終わる？うん。お腹いっぱいし、食べれる？全部食べる。おっしゃ。お野菜も？お野菜もいっぱい入れたのに。うん。大人やったらちっちゃく切ってるからいける？あかりも頑張れる、okay、みんな麺好きやからな。お母さんもね、遅くなってきたけどやることいっぱいある。よっしゃ、いつもの、せーの、かん、はい、おかん、あた、す、あたすのこと、チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンもベルマークも押してね。バイバイ、また見てね、また見てね。いなり寿司を楽しみに。